はい、皆さんこんにちは、たけしです。今回はタイトルにもあるんですけど、写真を始めて1年で1000万稼ぐまでにやったことを5選ということで紹介していきたいと思います。ということですね、もうめちゃくちゃ生々しいというか、本当に怪しいタイトルだなって思ってる方絶対いると思うんで、先にお伝えをしておくと、売上が1000万なので、まあ利益したらもっと低いですよね。税金とか経費とか、あとスタッフに払っている金額とかもあるんで、まあそれでも少なくなっちゃうんですけど、まあ売上で1000万で、まあ利益で残ったお金で、まあ、新型ハリアー、まあ車買えたりとか、まあ機材に150万投資できたりしているので、まあなんだかんだ600万ぐらいは利益になってるんじゃないかなと思うんで、まあじゃあどうやって、僕がゼロからこの1年間だけで稼ぐことができたのかみたいなところを5個やったことがあるので、より詳しく同じステップを踏めば皆さんもある程度はお金っていう対価を得られるんじゃないかなと思って、今回はお伝えをしようと思います。ではですね、僕がやってきた5つのことなんですけど、まず1つ目、まずベンチマークする人を決めるっていうことですね。ベンチマークっていうのは、どういう写真が自分が好きなのかっていうところをちゃんと言語化して落とし込むっていうところです。例えば僕であれば、2020年の5月に写真を始めました。写真を始めるきっかけになった人がいて、その方は海外のクリエイターさんだったんですけど、その方の写真を見て、あ、俺もこういう写真撮ってみたいなとか、俺もこういう世界観好きだなと思って写真を撮り始めました。なので、もうそのクリエイターさん、もう一人に絞って、もうこの人が撮る写真をそのまま真似して撮り続けるというような形ですね。で、やっぱり目標とする人がいると、まあ、その人に向かって、まあ、走れるっていうところですね。なので、まあ、そういった人をまず見つけるっていうところがすごく大事かなと思いますね。まあ、その人の色味であったりとか、その人の写真の雰囲気、どうやって撮っているのか、なぜその構図で撮っているのかみたいなところをすごく考えながら、その人をずーっともう見てましたね。インスタグラム、TikTok で、インスタでその方はまあクリエイティブフォトをずっと上げ続けてて、途中から iPhone の動画の撮り方みたいなところをまあ上げ始めて、なので僕もそっちに振り切ってやり始めたみたいなところもあるんですけど、まあそれはおいおいちょっとお話ししますが、まず1つ目としては、まずベンチマークする人を決めるっていうのがすごく重要な考え方です。これがまず1つ目です。2つ目は、 YouTube のカメラ系のアカウントを見まくることです。もう本当、僕ももう毎日何十時間、本当に3ヶ月っていう期間を、もう本当に5月、6月、7月、去年、本当に YouTuber さんをすごく見ました。で、どういう方を見たかというと、まあ、ゆうとびさんであったりとか、サンセットスタジオさんとか、本当に写真のチュートリアルっていうのをすごい上げてる方がいるんですね。要は撮り方。どうやったら綺麗に撮れるのか、どうやったらインスタ映えするような写真が撮れるのか、みたいなところから、ライトルームの使い方、Photoshop の人の消し方など、本当にいろんな人がですね、このご時世、無料で出してくれてるんですよね、動画を。なので、これを見ないで、何をするんだと、僕は思ってます。まず、インプットとして、しっかり YouTube で、本当に上手い人が解説をしてくれているので、そういった方をひたすら見まくります。もう本当にもう、暇があれば毎日、何回も何十回も動画を見て、写真ってこう逆光で撮ったらエモく撮れるのかみたいな、あ、逆光で撮るとき顔が暗くなるから明るさ上げるんだなみたいなところから、写真の四つ角ってすごい大事なんだなみたいなところから、本当にいろんなポイントまで、いろんな YouTuber さんが自分のノウハウであったり写真のノウハウっていうのを無料で提供してくれてるんです。なので、本当お金がなくて勉強できないっていうのは本当に言い訳なので、ゼロからで誰でもできる時代になっているので、 YouTube でしっかり動画を見まくる。そして、まあ、YouTube 以外にも、まあ、ブログであったり、まあ、ウェブページなどにも写真の撮り方とか解説が載っているんで、しっかりとそういったところをインプットする、これがすごい重要って思ってます。これが2つ目になります。3つ目は、毎日カメラを持って撮影に出かけるっていうことです。まあこれはもう当たり前っちゃ当たり前なんですけど、僕も写真ほんと始めたての頃は、毎日カメラを持っていろんな場所に行って、いろんな人に連絡を取って、写真撮らせてください、無料で撮るんで、全然撮るんでみたいな感じで、もう何回も練習をしたんです。で、徐々に本当に、まあちょっとずつですけど、まあ人に上手いですね写真って言われるぐらいになってきたんですよ。本当撮影しないと上手くなんないです。もうサッカーと一緒で、本当僕もサッカーずっとやってたんですけど、テレビで、あ、この人のこのフェイントでこうやって抜けるんだって思って頭の中に描いてるのと、今実際に手と足を動かしてフェイントをやってみて、相手が抜けるのか抜けないのか全然違うと思うんですよ。もうカメラも一緒ですね。じゃあどのモードで撮るのか、 A モードと M モード、 F 値ってどうやっていじるんだみたいなところから、カメラの設定から構図の選び方、もういろんなことがインプットで YouTuber できます。ただ YouTube でインプットしたことをアウトプットしないと、ま
全くもって意味がないので、毎日毎日カメラを持って写真を撮りに行くっていうのをやってました。本当夏休み、去年の夏休み2020年の8月とかは1日に最高5人とかを撮りに行って、1人当たり、まあ、1時間ですよね、交通機関使っていくんで1人当たり大体1時間半から2時間かかるわけですよ、っていうのをやって、ほんと3ヶ月とかで50人とか人撮ったんですよ。でそれもあってもうめちゃくちゃ上手くなりました。まあ、自分で言うのもなんなんですけど、ほんと最初始めたてって僕もセンスっていうのは全くなかったので、写真はセンスではないと思ってます。僕も今写真始めて1年なんですけど、1年でこれくらい撮れるようになったっていうのはすごい自信にもなってるんですけど、1年前っていうのは写真ほんと初心者で、まず AF ブロックとか iPhone での写真の撮り方とかやってないんですよ。ほんとに YouTube で見た一眼レフの撮り方を、あ、これ iPhone でもできるな、 iPhone でも構図とか写真の露出とかって合わせられるんだなと思って、こういうチュートリアル iPhone での写真の撮り方ってを出したぐらいなんで、本当に写真はセンスではなくて、本当勉強してちゃんとアウトプットしていけば誰でも撮れるようになるんで、本当そこのところはこの動画を見ていただいた方にはぜひですねトライしてみてほしいなと思います。で毎日カメラを持って写真を撮っていく中で、最初に YouTube で見てインプットしたものを実際に自分でやってみた中で、じゃあなぜその画角なのかっていうところを自分なりに考えるんですね。なぜこの構図は日の丸構図なのか、なぜこの構図は4分割構図で前ボケを入れているのか、しっかりロジック立てて、なぜなのかっていうところを頭の中で考えて写真を撮るっていうのがすごい重要です。なのでぜひこれ見た方はインプット、 YouTube でしっかりインプットしてアウトプットをしっかりしましょうっていうところを覚えてください。では4つ目ですね。4つ目は撮影した写真であったり、まあ、動画でもいいんですけど、学んだことを SNS で発信です。これがすごく重要です。僕も去年の5月に写真を始めて、始めたと同時に YouTube でインプットしたことを TikTok であったりとかインスタで発信をしたんです。実際にこういう写真を撮りましたっていうのであったりとか、この写真はこういう構図で撮ってますっていうのをどん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 発信していったんです。そう発信することによって、インプットしてアウトプットしたものをより発信することによってより理解が深まるっていうところがあります。これは別にどの媒体でもいいんですけど、僕の場合は TikTok や Instagram で発信をしました。発信をすることによってより多くの人に見てもらうことができます。なのでその多く見てもらった中で仕事のご依頼であったりとか、写真撮ってくださいっていうご依頼が来るんです。なので自分で写真撮って、あー綺麗に撮れた、満足で終わっていては、他の人に見せられてないので、この人がどういう写真を撮れるかっていうのは自分でしか分かんないんです。なのでいろんな人に、この人はこういう写真とか動画を撮ってもらえるんだなっていうことを分かってもらう必要があるので、しっかりと SNS で発信をするっていうのが大事です。今でこそ僕は TikTok で46万人、 Instagram で 3.5 万人っていう方にフォローしていただいてるんですけれども、本当始めたてはゼロから始まってます。で Instagram も伸び始めたのもここ半年です。半年でまあ大体3万人ぐらいが増えたんです。なので基本的に SNS は継続が命なので、ぜひインプットしたことをアウトプット、写真撮りに行く、で撮った写真をしっかり発信するっていうところを一貫して行える人が多くのお仕事をいただけているんじゃないかなって思ってます。まあ、やっぱりどんなに綺麗な写真を撮っている人でも SNS で発信してないと見つけてもらえないっていうのがあるので、僕より写真が上手い人なんても山ほどいるわけですよ。なのでその人との違いは何かというと、やっぱり毎日継続して TikTok であったり Instagram、まあ、YouTube もそうですよね、発信をしているかどうか、この違いにしかないと思ってます。やっぱり多くの人に見ていただければ見ていただくほど、100人見て1人お仕事をいただけるとしたら、上手い人は100人に対してしかアプローチをしてない。でも僕は1万人に対してインプレッション露出をしているんで、1万人のうちの100分の1の100人がお仕事をいただける、お仕事ご依頼をしてくれるっていうことになるので、かなり露出の差が変わってくるんです。なので写真がどんなに下手でもいいんで、とりあえずまずアップしていく、そういったところが大事かなと思っています。では最後5つ目ですね。5つ目は自分に来た案件は全て受けるというところです。みたいな、いやまずそもそもその単価で受けるの間違ってないみたいな、多分思った方いると思うんですけど、この場合は僕の場合です。で、かつ僕は去年の5月に写真を始めているんで、写真業界とか、まず動画業界とか、まず未経験なんですね。なので、どれくらいが相場とか、どれくらいが単価がこれくらいであれば余裕で食っていけるなとか、考える余裕はないんですよ。考える余裕がないというよりかは、考えてはいけないと思ってます。なぜかというと、そこの分野は全くの未知の領域なので、まずは全部仕事を受け切る。で、そこの相場であったり、やり方っていうのを、まずは、知った上で、案件を選んでいくような流れにしないと、最初から自分で単価を決めて案件を決めていくと、要はその自分の価値観でしかお仕事を選べなくなってしまうっていうところがあるので、僕の場合は、とりあえず写真に関する案件は全て受けるようにしていました。まあ今でこそ、ちょっとずつ単価感とかも分かってくるようになって、お仕事を選べるようにはなりましたが、絶対にですね、初心者でまず、まあ1個目の仕事を受けるまでは、
まあ、いろんなご依頼が来た場合は全部受けてみてください。で、さばききると。で、しっかりと 120% のお仕事をしていく。これがすごい重要です。なので、そうすることによって継続案件にもなりますし、新しいお客さんを紹介してもらえる。満足度が高ければお客さんを紹介してもらえるっていうフェーズに乗るので、必ずですね、お仕事が来たら、初心者ですね。中級者とか、上級者の方ではないです。初心者の方はいろんなお仕事来ると思うんで、まずは全部やりきってください。納品の仕方から、お仕事のやり方、そこのフェーズっていうのをしっかりと抑え込んでください。要はメールで連絡が来て、で、やり取りをして、実際に、まあ、現地なり、その人のところに行って、写真を撮って、どういうレタッチがいいのか、どういう枚数で、どういう雰囲気の写真がいいのかを引き出して、しっかり納品をして、で、金額をいただくっていう、価値提供をした上でのお金の対価をいただくっていう、このやり取りっていうのを、まずは、何回も繰り返す。これがすごい重要になってきます。なので、必ずこういったフェーズをした上で、これくらいの値段にしていただけませんかっていう提案ができるっていうのがあるので、必ずこういったフェーズを踏むようにしてください。ということで今回は、僕が写真を始めて1年でやったことを5選についてご紹介しました。1つ目は、ベンチマークをする人を決める。しっかり目標となる人を決めましょう。で、2つ目は、YouTube のカメラ系の YouTuber さんをしっかり見る。しっかりインプットするっていうところです。で、3つ目は、毎日カメラを持って撮影する。必ずアウトプットをしてください。学んだことをアウトプットする。で、4つ目はしっかりとその学んだこと、写真撮ったことを SNS で発信してください。発信までが大事だと思ってください。で、最後5つ目はお仕事が来たら全て受け切ってください。本当に自分のキャパでできるものっていうのは限られているかもしれませんけれども、もうできればできるだけやっぱりいいと思うんで、必ずいろんな仕事あると思いますが、全部受け切る。この5つを守って1年間僕がやった結果、まあ、1000万っていう売り上げを作ることができたので、皆さんもぜひですね、そういった形でやっていただければと思います。ということでですね、今回の動画最後まで見ていただきありがとうございます。僕インスタグラム TikTok やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。この動画が少しでも良かったなと思った方は高評価ボタンを押していただけるとすごい励みになります。まあ、ちょっとお金くせえや苦手だなと思った方は低評価でも全然大丈夫なので、どちらかお願いいたします。もっとこういうことを教えてほしいとか、写真の撮り方はこういうのを知りたいですみたいなのがあればコメントで教えていただければ嬉しいです。では本日もありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。